はい、皆さんこんにちは。今日は三越の平井さんに来てもらっています。空調服が空調風神服に変わったということで、はい、バッテリーが大幅に進化したということで、はい、何どう変わったんですか。はい、ちょうど金属のものがあります。これ見た目がもう見た目はすでに違います、ね、見た目がすでに違います。こちらが今までの、はいはいはい、に対してこちらが新しい、はいはい、まあ、ケースに入ってるかよくわかんないけど、でも使い方は同じなんですよね。使い方は一緒です。長押しして、はい、あの電源入れて、はい、長押しして切る、はい、ですよね、はい、でなんか性能変わったんですか。はい、一番違うのがですね、まず部品、はいはい、これが何年のものに変わってます。何年、何年プラスチックを使ってます。あ、外見てますか、はい、でプラス簡易防水、はいはい、もうこちらについてます、はいはい、で中身の容量もアップしてますので、はいはい、持続時間も長くなる、はい、パワーも変わってるんですか。パワーは一緒です。はい、で日本製ですよね、はい、昨年から日本製でしたもんね。そうですね、はい、ですよね、はい、それが大きな違いですね。そうです。あとはまあこのケースが、はいはい、今までのこのじゃあ、うん、ベルトにつけるタイプ、はいはい、あの携帯電話でよくあるこのシリコン状の衝撃吸収のカバーに変わりました、はいはい、それ、はい、じゃあカスタマイズできるんですか。なんかカスタマイズはしようと思えばできますですよね。多分する人はいないと思いますいないですかね。はい、でもね、だいぶ変わったから、はい、結構期待できますね、はい、今まであれでしたもんね、その2つ持ちとかねしてましたけど、 そうですね、うまく使えば 1個で1日8時間投げるわけですもんね。はい、はい、分かりました。ぜひとも空調風神服バッテリー、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。でもチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの人は下の概要の部分でチャンネル登録を、パソコンの人は画面をクリックしていただければチャンネル登録できますので、ぜひともよろしくお願いします。